どうも、ゆうざです。それら2O2 やっていきたいなと思います。前回に続きやっていきましょう。まあなかなかむずい。いやね、途中で中断というものがこのゲームできないんで。お、そんなにギア使ってたか。23。まあ、行動しちゃいましょっかね。さあやっていきますか。37。そうだね、擬人坂をつければ多分スムーズにいくんだろうなとは思うんだけど。いってー、マジか。からっ、やばいな。痛いねー。え、来ないんかい。いやー、掴みどころが悪い。あー、ラグメすごいなー。あー、やっぱそうなるね。どうすっかなー。いやー、すごすぎるって。いくらなんでも、ボス並みだよね、この耐久器の振り方とか見ていると。一瞬で終わる。どうせ出てくるんだろうな、またね。いやー、やっぱ火力欲しいね。屍組、ああ、いるのね。で、降りると。ああ、降りる感じか。48か、狙いどこっぽいけど。あは、これ降りる。え、降りると、いやー、ガキがいるけど。おい、そりゃねえ、そりゃねえ、
そりゃいたらね、落とすしかないよね。はい。どっかから降りれるってことか。え、まさかの気づいてない。はあ。え、下は。ああ、つながるか。そしたら、ここ。多分上の方もう一つ行けた道があったからそっちからだね。やべえなうーわうーわ、ああで、なるほど、いてー、ああ久しぶり、怯えるかな？いいみたいだね。じゃあねー。おー、え、倒せたと。で、まあ特に武器が手に入るとかそういうことは。ツルハシか。何かありそうな感じはするけどな。タイミングが合わんねー。終わりかな。さあ、武器が手に入った。まだいるよ。一体だけ？おとりにしまってすまねえ。これを切り落とすと、あーはあ、ぐるって回ってくるわけか。なるほどね。そうだね。違うね。これで。止まるかな。止まらないね。
強っ。ありか。で、アイテムはなし。ぐる、おいたねこたまちゃん。帰り道。ばば様。投げてくるよね。思ったより飛ぶね。思ったより飛ぶな、あれ。あ、これも取っていくね。で、左。内側は？あ、これ戻る。あっちか。最初のところに戻る。から入れるって感じか。そうだよね。普通に考えてやっぱいるよね。いて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 、普通に痛い。ドクドクドク。あったあった。あ、雨やろ。なあ、ドン。ああ、そっちか。闇があると。はあ。ちょっと気になった。それこそ彼だろうな。ああ、だよね。試してみたかったのが痛っと言われましたもん。
まだか。さあ、もう一体なんかいるね。いたね。はあはあはあ、なかなかダメージ横と変わるね。あ、じゃあちょっと刀スキルの振り方変えるか。これが一応回避行動でも、いけると思うんだけど、ガードするとね、おぼろ。ボロゲット、流すね。いや、だいぶむずくねえか、このおぼろってやつ。一体どうしちまったんだ。さあ35きたね。やっとだ、やっと。ソハヤは、はあ、100、軽すぎるね。強靭さはね、多少ないとね。多少よ、多少、多少ないと、多少ないと辛いっちゃ辛いんだよね。はい、一つ目入ったな。もうちょっとね、心を上げていきます。よし、いないね。そうなるとこっちが目的か。野党どものねぐらになっていたか。神にすがることもできるとは。41。新手か。織田の弱兵どもがいくら来ても無駄よ。カウンター狙いか。じゃなくて、ガード中。2種類できるわけね。来てしまったけど良かったのかな。おお、雷が。ぶつけどもめ、我らに勝てると思うておるのか。はいはいはい、攻撃力それなりに高いね。雷が追ってきやがる。マジで確かに雷は追ってくるね。どういうこと？あ、いきー。
はい、誘致か。いや、一発でかいって。400入るよ、あの雷。さすがにこれはやばい。このままでは無駄が。さあ。そしたら。銃弾。いやいや、あれか、この辺りね。山風は山嵐か。こっちちょっと上げていきますか。来てしまったか、思ったより。おお、雷。じゃあルート的にあそこ行ったら終わりでしょ。まだ行ってないところがあるんだよね。まあルート見て戻りたくはないなっていう気はするんだけど。はい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 。32。これがバツが変わってるからかな。なんか買って悪いなと思った。いや、むしろバツがないかだよね。値段は変わるけど、うん、これだね、むしろするなら。なるほど。練習。方がマシか。よし。やばいやばい。そこは奴が降りてくる場所。こっち。カブトつけてんだよな。
はい、さらば。難しいな。近いね。そんな狙えるもんじゃないぞ。二刀はカウンターが狙いにくい感じかな、もしかしてね。なんだ、まさかこの山を越えてきたのか。そうだね、越えては来たね。おい、すねこすり。はいはいはい、ぐるーって回ってきてここやね。つながった、つながりはしたが、こだまちゃんは多分全部ゲットしてない。あー、しゃあない、行きますか。まあ、ボス戦だろうね。さあ、どうなるか。いや、こっちではない。こっちか。いや、道が分かりにくい。ああ、いや、城があるね。で、こっち行って。変えたところでいけるのかと。ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。刺身にしてやる。いいよ、やべえやろ。
で、おお、そういう変化をつけてくる。入って逃げ切り。倒した。一応一発だったね。ちょっと火力上げたの正解やったな。じゃあ先へ進もうか。当主の座は幻か。寸縁山に栄えしよくやった。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。宇津家信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。宵の冷めぬうちに。秀の字、吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。
さあ、分霊でいただもらったね、ゾウさんね。教場へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。はい、ということで桶狭間クリアですね。いやー大変やった。単純にね、単純に難しかったな。新しい妖怪が出た時の対応がなかなかね難しいところではあるけど、あーなかなかいいけど重さがね。重いもんな。これだったらまだこっちの方が軽いしね。結構ねこのバランスがね、軽すぎてもダメだし重すぎてもという感じだけど、比較的悪くはない感じではあるね。包丁が手に入ってるか、これ面白いな。ちょっと思っとこう。まあ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 、でもだいぶそうだね、こんなにダメージがちょっと変わるだけでね、一発一発の重みが出てくるから、やっぱそれはそれで面白いね。まあただまだ頑張って鍛えないといけないところはあるんだけど、次かあやかし一夜城、一夜城か。はあ、ここであやかしが絡んでくるって感じか。あ、やっぱり2匹足りないね。なかなかね、集めるのが大変なのよね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。